よいしょ。はい、録画を開始しました。なんでしょう、月1でやるとかなんかそんな話をしている雑談ラジオというか、そんな感じでやらせていただこうと思いますけれど、今回ちょっとペトロニウスさんを呼ぶことをよあのそ予定していたんですが、連絡がつかず、まあどうしたものかといったところで、こう無理やり神出さんに連絡をして、無理やり神出さんに連絡して、出られますとか言って、ほんの5分前のことですか、5俺分が。ですよね。5 5分前に初めて知りましそうたでが、すよね。5分まあ、前にそんな感じなんでとかなるもんですね。やってるんですけれど。はい、ホストで LD です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あと、カイエンさん、紹介よろしくお願いしまあ、す。カイエンです。ブログ書いてます。よろしくお願いしまよろしす。くお願いします。それから、カンデさん、よろしくお願いします。はい。自己紹介どうぞ。神出拓磨です。よろしくおお願いい願いたししまます。す。すいません、突然で、そんな感突じ然で。本当に。まあ、ペトロニウスさんが来てないんですけど、こうやって、ええ。ここら辺は多少なんていうか、天の岩戸作戦みたいなところが、って言われてもないんですけれど、楽しそうにやってると、何いかつの楽間にしかそうにやってやると、いつの間にか大きくなってくるんじゃないかという気がしないでもないんで、そんな感じで適当に話ができればなと思ってるんですけれども。ええ。まあ、ちょっと、話の内容的に言うと、カエンさんが、サムはい。シングオレンジを何か復活させたんですよね。ああ、まあ、一応あれ、ペトロニュースさんの入れ知恵がありまして。はい。あれは、なんか、喋っていいんですかね。なんか、ちょっとそんなといや、ころっ別ていうに喋っか。ていいですよ。一般公開されてますから。そんなところから、なんか、適当に雑談していけたらなと思ってるんですけれど、あれはなんか、目的みたいのはなんか。いや、やっぱりなんか、最初は、カイエンの文章を読むんだったらブロマガでしか読めないよっていう状況を作りたくて閉じたんですけど、もういいかなっていう。もういいかなっていうのは、まあ、こっちはこっちで好きなことを書いてっていうようなまあ、感オーじなんプでンすのか。場も持ってた方が今としてはいいかなって感じですね。必ずしもなんか更新していく場所ってわけでもないんですね。なんていうか。まあ、たまに オープンに書きたい時が来たら、完全オープンで書きたい時が来たら更新しようかなとか、裏話があったら更新しようかなとか、そんなもんですね。多分、でも2つブログ持つとあまり片方は使わなくなるのが事実なんですけど。そう、そんな気はしますよね。なんとなく自分の、なんていうか、感覚的に言っても、そもそもなんかこっちとこっち何書くこと違わせるのとか言うと。今まで散々やってきて2つは無理だっていうのが、あれではあるんですけど、まあでも、開けといて損はないかなと。あと、過去ログを有効にアーカイブとして利用できるかなっていうのはありますね。それは重要っていうか、今までそれも完全に閉じてる状態でしたも閉じてんね。ました。そうですよそうね。か、それは開くのが意味ありますよね、やっぱり。ペトロニ結さ構んの、膨大な量あるんで。ペトロニさんの話って、なんかそこら辺の話だったのかな？なんか指令っていうか、指令っていうか指示みたいなこと言ってたんで。そこら辺のアーカイブがちゃんと読めるようになってる方がいいよみたいな感じの話だったんですかね。じゃあ、なんかそれで一応2つ両方やっていく、両方 なんか時間を見てそっち側を引用したりとか、そんな感じで使っていくってことですかね。過去ログから積極的に利用していこうかなとか思ってますけどね。それ言うと、なんか記事とかそこら辺読んでも、なんかこう、ご自分で心境の変化みたいな。ああ、めっちゃありますね、それは。でも。なんでしょう。どういうふうに変わったっていうあか。のね、変わったっていうのは、やっぱりなんか、自分の中で鬱屈してたものがなくなったっていうのがありますね。過去20年ぐらいずっと鬱屈した人だったんですけど、なんか、晴れやかな気分ですね。晴れやかな気分。もう正月の最初のパンツを履いた時のようによーっていうか。それは何だろう。何なんでしょうね。なんか多分、レベルアップしたんで経験値がずーっと溜まって。なんか、これだってわけでもないんですけど。嫌われる勇気っていう本を読んだのが決定的なきっかけですね。それは、
あ、もうなんか書かれてるんですけど、はい、どんな内容の本なんです？まあ、あのアドラー心理学っていう哲学とされてる心理学があるんですけど、それの話を、はい、鉄人っていう哲学の人ですね、はい、と青年っていう若者が、うん、あの並行して話をしていくっていう内容なんですけど、まあ人はどう生きるべきかみたいな、あ、はい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 、そういうテーマの本なんですよね。あ、なんか、あ、なんですか、戯曲みたいになってるんですか？戯曲、まあそんな感じですね。 あのリプレイみたいな感じっていうか、はい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 、青年と鉄人の話が並行して進んでいくっていう。そうですね。あ、なんか そういえばっていうか、なんか今の話聞いて思い出したんですけど、マーク・トウェインとかが、はい、なんだろう、人間とは何かっていう本を書いていて、はい、あのそれがなんか同じようになんか会話劇で、じいさんと青年だったかなかなんかで、なんか会話劇みたいで進んでって、うん、要するにマーク・トウェインが人間とはこういうもんだよって考えてるんだっていう話をつらつらと伝えていくようなやつがあるんですけれど、はい、あ、いや、そんな感じなんですかね、嫌われる勇気の方も。なんか、うん、僕的にはめちゃくちゃ変わったんですけど、人がどう思うかはまあ分かんないですね、うん。え、嫌われる勇気の内容って例えばどんな感じなんです？例えばだから、あの、青年がいろいろイチャモンをつけるわけですよ。あなたの考えってことはおかしいみたいな。はいはいはい。そうすると、あの、鉄人がほっほっほじゃないけど、はいはい、余裕たっぷりになんか、あの、説明していくみたいな感じな話なんですよね。で、例えばだから、あの、自分の問題と人の問題は切り分けましょうとか、まあ、こういうと当たり前の話なんですけど、そういうことが書かれてて、たとえ親子であろうと、人の問題は人の問題だから切り捨てましょうとか、うん。そういうことがまあつらつらと書かれてる本ですね、うん、親子だろうと人の問題は切り捨てる、うん、うん、とか、まあ僕が考えていたことに非常に近い内容なんですよ。やっぱりなんか倫理的な制約みたいのを、そうですね、倫理の話だとは思いますね、ある意味、うん、うん、なるほど、まあ、それは倫理の話であり、やっぱライフスタイルの話なんですよ。ライフスタイル、うんうん、人はどういうふうに生きるのが楽かみたいな、何のために生きるかみたいなところで、うん、こう人のために生きてるんじゃなくて自分のために生きてるんだよねみたいな話を、うん、まあ延々と分解して説明していくみたいな感じですね。ああ、そういう感じですか。うん、自分のために生きてると思っても実際にはいろいろと、うん、あの他人というか他者の、うん、欲求とかそういうのに応えようとして生きている面がありますよねと、うんうんうん、でそれで不幸になったらそれはつまらないことでですよねとか、うんうん、まあそれを望むのであればもちろん OK なんですけど、それを望むのであれば OK っていう、うん、ああ嫌われる そこら辺がなんていうか最終的に嫌われる勇気みたいな、はいはいはい、はい、そうですね、うん、はい、に嫌われても構わないから自分の道を貫こうぜみたいな話になってくわけですね、うん、でも本当になんていうかそれがあの嫌だったらそうすることもないんだっていうような、そうですね、本当に嫌われるのが嫌だったら別にそうしなくてもいいんだみたいな、うん、そうですね、それは選択できるというふうな考え方でしょうね、うん、なんか、うん、そこら辺ってまあ多少なんていうか今だとどう言いますかね、そこら辺の倫理の詰め方っていうか、うん、そういうのが結構煮詰まってきてる、うん、というか、うん、なんかいろいろもん、あのなんかきしみっていうか問題みたいのが出てきますよね、そこら辺の話って、うんうんうん、あのいや今の話聞いててやっぱり思うんですけど、あの、はい、かやさんとかそこら辺の話題とかで出てくるんですけど、どう言いますかね、なんかあの自分はかわいそうだなんだみたいな問題っていうか、はい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 、あの、はい、うん、そこら辺が全部つながってるんですね、僕の中で。そうですね、なんか、うん、どうこと命名すればいいのかわかんないですけど、自分はかわいそうなんだ問題っていうか、うん、あるいはペトロニスさんと話してたのは理論上の不幸な人の問題、うんうん、あのなんだろう、物語とかそういうのを見ていくと、うん、物語の流れとかそういうのを見ていくと、なんていうんですかね、どこかになんていうかそれでも救えない人を救おうとするようなところがあって、うんうん、あのなんだろう、いや単純に言えばなんていうか努力してあの成功することは素晴らしいんだっていう、うん、はい、なんていうか、物語を描いたとすると、ええ、あの、うん、なんだろう、じゃあ努力できない人はもうダメなのとか
努力できない人はもう不幸決定なのみたいな、あの、なんだろう、これって誰が支えてるわけでもない、まあ、支えてるっちゃ支えてるんですけど、ちょっとあえて誰が支えてるわけでもないって言いますけど、わけでもないんだけど、なんかそういう力場が入ってきたりとか、はい、なんだろう、エクスキューズ問題ってわけでもないですけど、例えばそういう物語を書いたときに、あと物語特性としてそれがなんか唯一回のように見えるっていうことを最近も言ってたと思うんですけど、唯一回のように見えてしまうと、はい、そうすると何かすごく悲しい思いをする人がいる、ようなんですよね、なんか、はい、悲しいですね、はい、うん、そうですね、はい、うん、これで、そうするとそうじゃないんだよっていう物語を必要とするっていう力場が働いていて、うん、そうじゃないんだよっていう物語を描くと、うん、はい、ところがなんていうか、その、そうじゃないんだよって物語を描いたとしても、うん、あの、今度はまた、あ、なんだろう、そこはそこなりの救いがあって、うんうん、救いの世界があって、で、あの、あ、いや、自分その救いからもなんかこぼれちゃうんだけどみたいな、また誰が言うとでもなく それに対するなんていうか、いや俺そこからこぼれちゃったみたいな声のささやきがあって、はい、じゃあ僕はもう誰も救われないのって言うと、うん、あ、誰も救って、あの、救われることはないのとか言うと、はい、うん、あの、いやそうじゃないんだよって言って物語の方がまたなんかちょっと救おうとするみたいな動きがあって、うんうん、その方向性はありますよね。で、はい、で、そこら辺なんていうか、あの、だんだんこう、あのイライラしてきて、いや、いい加減自分で自分を救えよみたいなことを言いたくなってくるんですけど、はいはい、なんかそれを言ったら終わりみたいなところがあって、この問題って。いや、それはそうだ、それはそんなことは分かってんだよね、みたいな話があって。物語の一つの、まあ、大きな特性として、読者なり視聴者なりの、あの、願望充足っていう面が、まあ、大きくあるんですよね、はいはい、エンターテインメントとしてそこら辺のなんていうか、願望充足なり癒しなりっていうことを、はい、なんだろう、エンターテインメントはそこを奉仕しようとするなんていうか、はい、うん、あの、ロボット三原則じゃないですけど、そういうなんていうかもう本能みたいのがあって、はい、うん、それをやっていくとなんかそこにはまってっちゃったみたいな世界があって、で、いや、ここで救われるのとか、って言ってる間に、あの、なんか、あの、いつまでたってもなんていうか、その救われない人っていうか、はい、そういう人が、そういうものがいるっていうささやきが聞こえ続けるんで、うん、なんていうか、ある日僕らの間で、うん、それってなんか、あの、なんだろう、実在しない人物じゃないのっていうか理論上あり得る人物じゃないのっていう、うん、理論上あり得るだけで、はい、本当にそこまで救われない人ってなん、あの、いるのみたいな、じゃ、うん、じゃあ誰のことなんだよみたいな、具体的に誰のことよとか、うんうん、はい、で、それはなんていうのかな、うん、あの、付け加えられる言葉として、なんていうか、あの、雲の糸みたいな話してたと思うんですけど、はい、雲の糸が本当に一本も垂れてない人っていうのはいるの、うん、とか、うんうん、あの、いや、あの、まさになんか形而上的な話なんですけどね、あの、はい、雲の糸っていうか、そういうなんか救いの糸っていうのは気づくまでは垂れてないに決まってんですよね、はい、うん、観測されてあったことに、あの、気がつく、うん、ことになるんですけれど、そうなんですよね。その間気がつかれる前まで の、 あの、意図がどこにあったのかっていうのは、うん、あの、観測できないんですよね。はい、うん、そうです、はい、そういう問題ではあるんだけど、ただ、あの、経験則的っていうか、まあ、経験則的に言うと多分気づいてないだけなはず、はい、うん、多分垂れてるはず、うんうん、そう思います。もう全員に対して垂れてるはずなんですよ、うん、多分全員に対して垂れてるはずなんだよ、うん、はい、うん、ね、でもなんかそれになんていうか気づかない、うん、そう、見えない人は人って一定数いるんだろうと思いますね、はい、僕としてはむしろ気づきたくないんじゃないのっていうふうに言いたくなるんですけど、うん、うん、なんだろう、 そこもそうなんですよね、うん、な、あの、
あ、え、ただなんていうか、それを詰めていくと、なん、どう言えばいいんですかね、うん、ちょっとその嫌われる勇気の話につなげようとしてるんですけれど、はい、なんだろうな、うんうん、変な言い方になるんですけれど、ええ、救われなきゃいけないとか、ええ、なんだろうな、ちょっと見方を変える言い方するんですけど、不幸だといけないとかかな、はい、それはすごくよくわかります。なんだろうな、うんうん、ある理想に対して、うん、ある理想に対してこう自分がそうでないから、うん、それは不幸なんだっていうか、不幸っていうか、はいはい、良くないんだっていうような、うん、深みにはまっちゃってて、うん、深みっていうか、なんかそこら辺にはまっちゃってて、うん、なんかこうあかんと違うってわけでもないんですけど、僕は結局やっぱり自分一人でやってる分には幸せだろうが不幸だろうが生きようが死のうがそれは自由だと思いますね、はい、ただそれがなんかあなた不幸なんだ不幸なんだって言われてると、じゃあ幸せになった方がいいんじゃないのっていうふうには思うんですよね、うんうん、辛い苦しいって言われると、じゃあ苦しくなくなるためにはこの方法を取ってこうやってみたいな話をしたくなるんですけど、うん、いやでもそれは無理なんだって言われちゃうんで、そう、辛い苦しいってなんかこう、うん、心のも本当に心の持ち方次第で、うん、なんだろう、まあ外的要因が大きいからみんなそう思うんだ、外的要因でなんとかなると思うんだけど、うん、結局のところ内的要因みたいなところがあって、うん、なんだろう、そこの問題っていうか、だけどなんか内的要因が変わらないから外的要因を求めるんですかね、うん、なんかちょっとそういう救いみたいな話があって、はいはい、救われるって話があって、うんうん、そうですね、うん、なんていうかな、うん、なんかいい加減そこら辺からみんななんかいや世の中だいぶ変わってきつつあるんだけど、変わってきつつあると思いますよ、ね、実際ネットが遅れてるぐらいだと思いますよ、そうですね、僕は。そうですね、これに関しては、まあ、ネットっていうか、なんか、そういうささやきの方が遅れてるっていうか、うん、まだ声がでかくて、うんうん、なんていうか、自分で救われる方法を見つける人っていうか、得られる人は黙ってそうするだけですからね。はいはいはい、はい、そうですね。だから、その声が出せるネットに、ますますなんかそういう、声が声の反響だけがずっとなんかでかく出てて、うん、ここに何かそれが渦巻いてるみたいな感じになってるんですけど、うんうん、どんどん濃度が濃くなっていってるような感じはしますよね、うんうん、救われちゃってる人はもうネットを必要としてないっていうか、そう、もうネットで発言しなくなると救われる、 LINE でリア充やってるとか、うん、ねえ、そういうこと、それはありますよね、別に LINE で書くのとネットに書くのとやっぱり別のことを書きますからね、うん、なんかこう一つはその不幸幻想、不幸じゃダメ幻想ってわけでもないんだけど、うん、みんな幸せになるべきなんだ幻想っていうか、うん、そういうものとかがあって、うんうん、はい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 、うん、ちょっとなんていうかうまい言葉で言えないんですけど、うん、人類開口福幻想みたいな、まあ人類みんな開口福幻想ですよね、はい、いやここそのなんだろう、人権の問題とかそういうのと関わってくると思ってるんですけど、うん、人権的な考え方とか、うんうん、いや僕ちょっと物語をやってると時々なんていうんですかね、そっち側に流れさせてもらいますけど、放送禁止用語とかですね、うん、なんか自粛用語とかですね、うん、なんかそういうのに阻まれてですね、うん、いくつかの作品ってなんか抹殺されてるんですよね、はいはい、あ、なるほど、めちゃくちゃ悔しいんですよね、はいはいはい、正直言ってその、うん、なんだろう、いろんな高度から考えて僕年齢制限があるみたいなことは反対しないんですよ、うん、はいはい、確かに子供の時ちょっと未分化な時があるんで感情とか、ね、うん、その時になんていうか、どぎついものは避けとこうとか、そういう考えは反対しないんですけど、
別にもうなんか成人になったら、成人になったらいいっていうか、あのこの世にある情報は公開されるべきだと思うんですよ。うんうん、でそのこあのでた言うと物語じゃないですか、所詮は。うん、はいはい、それはなんかあの公開しない理由は存在しないと思うんですよね。うん、でも実際にはなんか抹殺された物語とかたくさんあるわけですよ。うん、で、いやそれに関してはなんかすごく悔しい思いしてるんですけれど、何言ってるかっていうと、そういう作品の中にだあので出てくると何て言うんですかね、自分の気持ちっていうか、何て言うか、多分それに該当する人なんですよね。該当する人とか、そこにか描かれたものに当てはまる人とか、そういう人がいて、その人の心が傷つけられるとかですね、うん、なんか そういう理由らしいんですよね。はい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 、うん、で、うん、なんだろう、うん、それがなんかすごく納得いかないっていうか、うん、なんだろう、心が傷つけられるっていう、あの前今言ったなんか、あの自分は不幸で誰も救われないと思い込むって話と なるべくつなげていきたいんですけれど、心が傷つけられたんだ、その補填というか、うん、それをなんとかしろっていう話っていうのは、うん、なんだろう、そんな美しい話かなと思ってて、うんうん、なんだろう、あるしかもこのなんていうか、傷つけられた層ってある種なんか社会的に認められた層なんですよね。うん、なんだろう、傷つけられちゃいけないと認められた人たちっていうか、うん、っていうのかな、うん、いや要するに言い返したいのは、じゃあ僕が物語を失って悲しんでる、はい、僕のこの心の傷つきが、君らの傷つきより、君らの傷つきの方がその上だと言い切れるんかとか、うん、俺も傷ついてるんですけど、うん、いやそこですごくだから物語を失う傷つきは我慢するべきものらしいんですが、はいはいはい、我慢するべきものだと見なされてるんですよね。なんでそうですね、なんか測定器ありましたって話ですよね、うん、そんな測定器あるって、うん、なんか差別の言葉とかなんかそういうのがあるんですけど、うん、別になんかそんな、なんだろう、キモいとか、うんうん、キモいとかハゲとか、うん、そう傷ついてるよ、うん、それの言葉全部、はい、じゃあ傷つかないことにしていくのとか、うん、なんか所詮ヤクザなんてよとか言って、うん、ヤクザ傷ついてるよとか、うんうん、海外とか見てると分かるんですけど、なんか洋画とかなんていうか、黒人ばっかりなんていうか悪者にならないようにとか、犯罪者グループとかならないように意図的になんか白人を出したりとか、まあ分からんでも、経緯を見ると分からんでもないんですけどね、そういうの、うん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 、でもそれの人種みたいなこととか言っていくと、はい、うん、なんだろう、うん、それもなんていうか、いろんな形で、いや俺も傷つくんだけどとか、うん、うん、言えるんですよね。ありますね、うん、まあだから あくまで政治的な要求があってそうしているという話なんですね。まあ、ぶっちゃけ言うと圧力団体が出てるやつら人たちの意見は通るべきなんだっていう、まあちょっと意地悪く言ってますけどね。うん、うん、いやそういう側面が大きいですよね。そういう側面がありますよね。でも他のもっともろもろのことで傷ついてる人ってことってたくさんあるじゃないですか。はい。で、うん、でもそういうもんでしょと思ってて。はいはい。なんだろう、うん、それにそれに対してなんかうん、この傷ついた僕の心を何とかしてとか、傷つく僕の心が傷つかないように社会は守ってとか、うん、そういうのそこの観点ってどうなんだろうっていうふうに、うん、なんていうか、うん、それはなんていうか、要するに誰も傷つかない社会を作りましょうって理想に基づいて言ってるんですけれど、うんうん、なんかそれってそのまま信じてるんだって、うん、僕なりの言葉で言うと、うん、その宗教信じてんだって、うんうん、
いや同じようにさ、あの不幸に、僕は不幸じゃいけないんだって話も、うん、はい、その宗教信じてる、すごくよくわかります、その宗教信じてんだ、はい、うん、あのでっていうわけでもないんですけど、あの世の中確かに差別みたいなのあのは良くないと思うんですよ、うん、良くないっていうか、平等であれかしということをあのなんだろう大義に掲げるのであれば、うんうん、例えばなんか就職に変な影響があるとか、うん、あの そういうことが起こったら、うん、就職影響が起こるとか、まあなんか他もろもろのなんていうか不利益を、具体的に不利益、物理的な不利益をこう持ってるっていうのは改善されなきゃ、うん、あのあ改善するべきだし、あの改善する内容も分かりますよね、うん、具体的にこう数字が出るんだからみたいな感じで、まあ、あのすごく曖昧な線引きのものもあるんですけれど、うん、でもそれも白黒つけていけますよねみたいなことはできるとは思うんですよね、うん、ところが心の傷つきって その測れないし、うんうん、なんだろう、うん、みんな傷ついて生きてるんだけど、その人は傷ついちゃダメなのっていう、うん、あのなんていうか話になってるように僕には見えるんですよね、うんうん、でそれはなんか納得いかない、うんうん、別になんていうか僕のお前のそのあなたの傷つきより僕の傷つきの方がはるかに傷ついてんだなんて主張をするつもりは全くないんですけど、うん、はいはい、うん、なんか息するようにあんたの傷つきは我慢しなきゃならない傷つきってやられるんですけど、うん、あのそれは なんか測定器あんのって、うんうん、なんでそう決めたの、うんうん、というかそんなわかんわあのなんだろうわかんないっていうか、うん、ものじゃんって思うんですけど、うん、だからなんかよくそのあのいくつか言葉とかあのこのなんていうかネット上でもいろいろ論争があるんですけど、はい、あのその心が傷つくっていうようなことについて謝れとか、うん、はいはい、そういう論争はなんか僕は見てると、うん、あのいつもそう思うっていうか、いやだってもう他の人だって他のことで傷つくじゃんって、うんうんうん、それがなんか具体的に怪我したんだとか、はい、あの、うん、金銭的損害、あの損害をこう思ったんだとか、うんうん、不利益をこう思ったんだっていうんだったら、うん、そのまあ なんていうか、あのしかるべきなんていうか法典があるべきなんでしょうけど、うん、で心の傷つきっていうか方も本当になんか精神的に追い詰められる場合もあるんで、うんうん、脅迫レベルとかですね、うん、でそれは法律でちゃんと決まってるじゃないですか、うんうん、そこまで行ったらそうだっていう、うん、でも今なんかこう僕が守ろうとしてる物語とかそこら辺の話っていうのは、うん、突き詰めていってもなんか僕の心がちょっとチクッと痛かったぐらいの、まあわざと軽く言ってますけどね今は、うんうん、痛かったから遠ざけてよとか言って、もう二度と世の中に出ないようにしてよとか言って、なんでそれがまかり通るのっていう、うんうん、あっていうようなことを思ったりしていると、うん、あの出てくるのがなんかそういうあの傷ついちゃいけない幻想だとか、うん、なんか不幸だとダメなんだ幻想っていうか、うん、なんかあの そこら辺の話にはなっていって、うん、なんかちょっとそのアンチカウンターあのカウンター的な考え方っていうか、うん、そういうのももうちょっとなんかこれって結局なんか考え方の問題なんで、うん、もうちょっとなんか広めていけると、うん、それはそれでなんか楽になる人や、うん、あのなんだろう、まあ何らかの自分の道を見つけれる人っていうのも、うん、あの出てくるんじゃないかなというふうにはちょっと思ったりをしていて、はい、ええーうん、なんちゅうか、うん、いや今なんかここら辺なんか嫌われる勇気ってわけじゃないですけど、うん、あの言葉とかそこら辺の話聞いてて思ったりしてるの、うん、なんかそういう話ですね、なんかこうどうも、うん、まあしょうがないですけどね、そのまあ僕が思うのはやっぱ物語の地位の低さの問題なんだろうなと、うん、
あの現実のアフリカの飢えた子供たちとあなたの物語とどっちが大切なんだよみたいなことをはかりに載せたときに、そんなアフリカの飢えた子供たちの方が大切に決まってるってことになってるわけですよね、極端な話を言うと。そうですね、はいはい、いや俺にとってはこっちが大切なんだって言うと、お前はなんてひどいやつなんだっていうふうに言われちゃうわけで、まあアフリカの飢えた子供たちだったら僕もアフリカの飢えた子供たちの方が大切かなと思いますけど、もうちょっとそこまで極端じゃない例を挙げてくると、まあ具体的に挙げることはしませんが、ちょっと僕的にはこっちの方が物語の方が大切だなと思うことだってあり得るわけですよ。そうですね。そこら辺は人それぞれの価値観としか言いようがないんだけど、でも物語ってやっぱ社会的にそこまで 大切なものとは思われていないっていうか、あなたの趣味じゃないみたいなことで切り捨てられちゃう。そうですね。そうですね。いや僕にとっては命より大切なものなんだよって言っても信じてもらえないっていうところがあって、なんいやというよりあの言うと なんか命より大切なものにしちゃいけないっていうかね、あのそれはおかしいっておかしいっていう、命より大切なのはおかしいとかね、あの別のものをあのなんていうあえっとまあ人によってはあなたの命こそ最上にすべきだとかね、あなたの命こそ最上にすべきだとか、他の別の何らかの理想の ためにあの方を最上にすべきだとか、なんていうかそういう方に行くんですよね。まあなんていうか観点としては分かるんですけどね。あの分かるんだけど、なんていうか、まあ少なくとも割とですけど、そういうなんていうか物語を、本当に僕の目の周りの狭い範囲の話ですけど。物語上に置いてる人の方がなんか楽に生きてるように見えますけどね。まあ、ある意味ではちょっとそこら辺はなんか倫理観的なところからある程度ちょっと冷めた視点にいるっていう意味なのかもしれないですけどね。あのなんだろう、そこをいやあのこう例え物語でもこうしちゃダメなんだとか、あの そういう話をする人って要するにな物語なんか上のものがあるんですよね、守るべき何かが、するとなんか話聞いてると割と苦しそうっていうか、まあなんかあのこの界隈のクラスターの手前味噌な論理なのかもしれないんですけど、そのなん、例え物語でもこれはやっちゃいけないとか、そういう話をしてる人の方が苦しそうに見えるような気はするんですけどね。苦しいっていうかなんかいろいろ悩むと思うんですけどね。なんかそういう、なんかやっぱり人権とかそこら辺の話ですかね。あまり人間ってなんかその全ての人を幸福にするようなイメージを持ってあんまり生きてないと思うんで、それをなんていうか言葉上でそうあるべきだって言ってその言葉を信じて、それをやっていこうとすると、なんかどっかに歪みがあって、なんか苦しくなってんじゃないのって、また別の話かもしれませんけど、最近永遠のゼロとか見たんですけど、あれに対してはやっぱりあの右翼的だとかそういう批判があるわけですよね。そうですね。まあある意味ではそうなのかもしれないけど、でも物語として見たときに、まあ映画として見たときに面白いと、ゼロ戦かっこいいと、そういうなったときに、いやゼロ戦かっこいいより大切なものがあるんだっていうふうに言われてしまうと、いや俺にとってはゼロ戦かっこいいの方が大切だけどって言ってしまった瞬間に、すごくひどいことを言ってるように扱われるっていうのがあって。そうですね。はい、そのジレンマありますね。なんか、あのなんだろう、そっち側の方向の話であれでいいのかどうかわかんないんですけど、そうなんですよ。ゼロ戦かあの、結構なんていうか前かあの風谷チームで話してた時みたいに、なんていうかあの宮崎駿って人は、そこら辺かなり無自覚に今までやってて。風立ちぬでようやく自覚したのかみたいなみたいな、はいあのはい、とこありますよね、ことをラジオで言ったんですけれど、はい、本来的に言うとなんか自覚するし
なんていうかな、自覚すると思ってんですよ。で、それを自覚して割とひどいことを考えてる人の方が楽なんですよね、うん、あえてひどいことって言いますけど、うん、で楽だからなんか その方がいいんじゃないのっていうのが今の話なんですけどね、うん、要するになんていうかゼロ戦を見たりとか永遠のゼロとか見るわけじゃないですか、うん、でまああえて言いますけど、ちょっとやっぱりですね、人間のなんていうか根源的な感動スイッチをですね抑えてるはずなんですよ、うん、A のゼロって、はい、なんていうんですかね、やっぱり戦後日本のあれっていうのは、うん、こうまあ端的に言うとなんていうか、もう特攻はとにかくあかん、うんうん、そんなみんななんていうか苦しんで死んだに決まったっていう、特攻はとにかくあかんから、うん、でも彼らは望んで行ったんだよって、いや本当は悲しかったに違いないんだとか、ちょっと誤解しないでほしいんですけど、特攻賛美でも何でもとかそういうつもりで喋るわけでもなくて、はい、そうですよね、はい、まあ具体的に言いませんけど、今話してることの問題点を意識して聞いてほしいんですけど、問題にしたい点というか話題にしたい点を意識して聞いてほしいんですけど、うんうん、まあ、例えば、まあ、そう特攻してったら、で彼ら望んだんだよって言ったら、いやいやそんな苦しんだに違いないとか、覚醒剤打ってたんだとか、うん、そうやって物語を壊そう物語を壊そうとしていくものがあるわけですよね。で別にそれは事実を踏まえないわけでもないわけですよ、うんうん、嫌な人だっていただろうし、うんうん、いろんな人がいますわ、それは、うんうん、だけどその物語的に言うと、それこの話がですね、うんうん、まあ、例えばなんていうかいろんな状況に駆られながら、それでも自分が生まれ育った土地っていうか、うん、そういうのをなんとか守りたいんだと、うん、と、まあ、何でもいいんですけどね、うん、っていうような行動に対するある種の感動スイッチがあることは、僕は疑いようがないと思うんですよね。そうですね、うん、疑いようがないんだけど、うん、僕は思うんだけど、うん、今言ったようになんか思想が先立っちゃってて、うんうん、その感動はダメな感動なんだとか、そうですね、はい、うん、言い出すんですよね。で、うん、で感動してるけど事実はこうなんだとか、うん、まあまだマシの方ですけどね、うん、でこういうようなもの感動するからこれは麻薬であって、うん、こういうものを喜んでる限りは、うん、人類ってのは例えば戦争をなくしたいって人はね、うん、戦争をなくせなくなっちゃうんだとか、うん、だからこれはもうこういうものは作るべきじゃないんだと、そういうことですよね、っていうロジックを展開してる人とか、まあ単純になんていうかその自己犠牲で自分がししなんていうかみんなのために死ねばいい、うん、死ねばいいっていうやつはまあ戦争と関係なくだとしても、なんだろう国家のなんだろう、うん、そういうファシズムでも何でもいいですけど、うんうん、そういうものに取り込まれちゃう取り込まれる考え方だから、うんうん、なんだろう少なくとも感動しちゃダメとか、うん、そういうエクスキューズは必要なんだとか、うんうん、実戦争の映画を描いたら必ず戦争の悲惨さを描かないとダメなんだと、うん、戦争楽しいみたいな、うん、アメリカのハリウッドとかでやってるみたいな、なんかこうトップガンとかね、トップガンとか、うん、こう、うん、なんかもうミグ落としたぜみたいなヒャーみたいな、こういう、うん、そのやつの中に入れなきゃいけないんだとか、うん、そういうこと いう意見があって、で、うん、なんだろう、うん、今話してるテーマって全部そこら辺のところ統合なっていくと思うんですけど、うん、なんか苦しそうに見えてしょうがないですよね、うんうん、だって かっこいいもん、かっこいいもんっていうか、そうそう、感動するもん、いやその苦しみこそが倫理的な苦しみなんだっていうのが、まあ、ああなるほど、必要なんでしょうね、うん、いやだけど、うん、でも明らかに苦しいし、うん、言っちゃなんだけどロジック積み上げていっても破綻しますよ、うん、だって、うん、人間のありさま、人間のありさまそもそもそうじゃないもん、はい、
うん、だから究極的に言うと人間が間違えてるって話になって話になるはずなんですよ。はい、うん、僕山本博士の愛の物語っていう小説はそういう小説だと思ってるんですけど、はい、あれは人類が衰退してロボットの時代が来ましたよってオチになってるんですよね、うんうん、はいはい、でロボットというかマシンは正しいから間違えませんと、人類は衰退しますけど、うん、マシンの時代が来て、まあ、みんな幸せになりましたみたいなオチなんですよ、うんうん、いや なんていうのかな、あのこの手の話で僕よく言うんですけど、あの人間の命が、うん、大事なんだとしたら、うん、あの大事なんだとしたら、この世界中の人間が、あれっていうか、世界中の人間が死んでいる、うん、死んだときに、その人はその死を痛み、悲しむべきなんですよね。うん、まあ、わざと意地悪問題してるんですけど、うん、でそれで考えると、世界中で今こう喋ってる相手でも死んでるはずなわけで、うんうん、つまり年がら年中泣いてないといけないのとかね、うん、年がら年中そのかあの、地球の裏側で死んだ人と、今目の前で誰かが死んだとしても、その価値は等価値なんだと、まあ、少なくとも自分が知らないレベルでいいですよ、うん、知らない人が、うん、死んだと、日本人が死ん、あのなんか歌でもありましたよね、日本人の乗客はいませんでした、いませんでした、ああイーロンマスクですね、うん、まあその気持ちも分かる人の、うん、命ということを考えたときに分かるんだけど、まあただ地球の裏側で死んでる人と日本人の人が死んだっていうのを、うん、は同列なんだと、同列っていうか、で同列に悲しくないっていう、悲しくないわけでもないし、うん、なあの取るべき、あの取るに足らないもの、命が消えたわけでもなく、うん、悲しむべき命が消えたんだと、うん、尊敬すべき命が消えたんだと、そのことを認識しなきゃいけないんだと、言葉上ではそれは全部言えるんですけれど、うん、じゃあ実際に悲しめるかって言ったら絶対悲しめないわけですよね。そうですね、どこかで線を引いてるわけですよね、うん、で、うん、あの言うと、なんだろう、これ分かりやすい話で、分かりやすい話で、だから、まあ、悲しくないけど、しょうがないじゃんって思った人は、多分楽に生きてるんですよね。うん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 。なんていうか、悲しめない自分はダメなんだとか、うん。あるいはなんか、うん、そうあるべきなんだ、世界はそう作られるべきなんだと、うん。いうふうに気持ちがいってる人は、うん、多分苦しいはずなんですよね。で、さすがにこのバカバカしい話まで思い込む人はかなり少ないとは思うんですけれど、まあ宮沢賢治とかドストエフスキーの世界ですよね、はいはい、そうはいないと思うんですけれど、はい、でも近いレベルっていうか、うん、もうちょっとなんていうか落とし込んだレベルでは多分そう思ってる人はいて、さっき言ったように、さっき永遠のゼロがダメだとか、うん、そのなんだろう、エンターテインメントで戦争もののエンターテインメントやるんだったら戦争の悲惨さを描かないといけないとか、うん、なんだろう、日本軍が、うん、戦争していくような映画の場合は、うん、それで苦しんだ人たちがいることも描かなければならないとか、片手打ちだとかね、うんうん、って言うんですけど、うん、いや、うん、いや描きたいんだったらそうすりゃいいし、うん、描かれたその物語その物語で感動があるなら それでいいと、楽しければですね、うん、僕はそれでいいと思うんですけど、怪獣に踏み潰された人たちはどうなってるんだとか、はい、ウルトラマンが破壊したビルにいた人たちはどうなってんだとか、そう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 、うん、ウルトラマンも、ね、実はそういうなんていうか、うん、格闘してたら人が知ってるんだよ、うん、っていうのと、いや死んでるわけないやんって、まあどっちもいいんですけど、ちょっと今は死んでる話をしますと、はいはいはい、死んでるんだよって言って見た時に死んでる角度の話をするのは面白そうですよね、うん、だから面白そうだったらすりゃいいんですけど、まあガメラ3とかそういう感じですよね、そうそうそう、うん、面白そうだったらそうすりゃいいんですけれど、うん、別にやらなくていいっていうか、うん、やらなくていいと思います。はい。押さなきゃなら、そこで押そうとしてる感動スイッチは、別にあるわけ、あるんだったらそれでいいんですよね。はい。で、倫理的っていうものが問題になるときには、やっぱりエクスキューズをちゃんと入れとけと、いうことが、一つの線としては出てくると思うんですよね。うん、そうですね。ちゃんと、ウルトラマンが踏み潰してることは分かってますよと、エヴァンゲリオンでもいいですけど、はい。
それが踏み潰してることは分かってて、ちゃんと描いてるんですよっていうのを入れると、あ、なんだ分かって入れてんだったらいいやってことになると思うんですよ。うん、これがだから、最近のマドカマギカの劇場版の話だと思ってて。うん、はい。一つはそうですね。はい、うん。要するに、ホムラは悪いことだと思って悪いことをやってるんだったら別に問題ないと。マドカが良いことだと思って、ひょっとしたら悪いことをやってるかもしれないってことは問題だっていう視点だと思うんですよね。うん、そこもちょっと、エンターテイン、今の話は倫理観の話なんで、はい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 、そこで終わるんですけど、エンターテインメントの突き詰めとしては、それはまた別の議論があって、もちろん、エンターテインメント議論の突き詰めとして言うと、人間のなんていうか、すごいプリミティブなところで、はい、エクスキューズが欲しいっていう成功は確かに存在するんですよね。あるんですよ。安心したいと、うんうん、はい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 、これがこのそのままなんかまかり通ってるとざわざわするんだと、うんうん、ざわざわするんだって、でそれに応えてあげようっていう、応えるとなんていうかすごい満足が得られると、うん、エクスキューズまで含めるとすごい満足が得られるってことは結果として分かってるんで、はい、うん、それはなんていうかそう、物語のケースによってはそうするべきものがそうするべきだし、あ、そうするべきものや、うん、それを考えるべきだったっていう評論は存在するんですよね、うん、はい、これはただこれはあくまで個々の評論で、個々のケースに即した評論で、はい、まあ、今話してるのはもっとそれを包括的に見てる倫理的束縛があって、それが何を許すかっていうことに対してそんないろいろ彼らに許しを請わなきゃいけないのっていう話を、今してる部分はありますね。前に患者さんと LD さんとこの3人で、はい、3月のライオンの問題について話し合ったことがあったと、はいはい、ありましたね、その通りで、はい、あれも突き詰めていくと物語っていうのはどうもなんか倫理的に正しくないんじゃないのみたいな話になってくるんですよね。そうですね、物語とか少なくともエンターテインメントっていうのは人をこうある一方向に、うん、進ませようとするというか、うん、先導しようとするものであって、うん、ええ、いや、あそこら辺の話はなんていうか、言えてると思っていて、うん、ちょっと僕の記憶ではなんていうか、神出さんの、はい、神出さんが多分3月のライオンのいじめのあたりとか、はい、うん、そこら辺の問題でなんていうか、批判というか、うん、そういう立場を取ってたと思うんですけど、そうですね、はい、今の話に要約すると、なんていうのかな、どれぐらいかな、どういう言い方がいいんですかね、あれぐらいだと軽いみたいな話でしたっけね。まあ、うん、はい、という部分はありますね、うん、でっていう話だったと思うんですよね。はい、で、いや、これはエンターテインメントの話なんですけれど、うん、要はあの3月のライオンで、本当にきっついいじめをやるかどうかっていうね。そうですね、うん、その部分はあると思うんですよね、はい、うん、見たときに本当に気分的に落ち込んでしまうような、うんうんうん、いじめをあそこで描くか、うん、はい、でそうしないと、ただその物語の話として、うん、なんていうか、そうしないと、いじめにあったことは、あの子は名前何でしたっけね、ひなちゃん、ひなちゃん、うん、の絶望なりなんなりっていうのは、はい、出てこないんだっていう、うん、考え方はあるわけですよね、うんうん、いやだけど、うん、エンターテインメントとしてそこまでやるのっていうか、うん、ここら辺で手を打つのっていうラインっていうのは存在すると思っていて、そうですね、うん、それいじめ問題を扱うのが主題じゃないですよっていう話になるんで、じゃあそこまでやらなくてもいいんじゃないかっていう話には当然なってきますよね、うん、そうですね、はい、まあ、エンターテインメント側としてはそんな感じですね。別の話で言うと、ちょっと前にペトルニーさんとかと話してましたけど、はい、なんだろう、軽音のアズニャン問題とかですよね。ほうほうほう、あ、いや、アズニャン問題でいいかな、アズニャン問題、まあ、はい、軽音問題でもいいんですよ、はい、要は軽音が出た時に、はい、批判した言葉として、あれは本当の別れを描いてないと、うん、はいはい、あれは本当の別れを描くべきなんだと、もしそれを描くなら、うん、テーマとするべきならそうするべきなんだと、うんうん、ところがあれはなんか中途半端なところで、なんていうか終わって、大学も大体一緒じゃないかと、うん、ぬるいと、うん、
それは別れとしてはぬるいし、うん、あの、うん、痛みも何にもないと、うんうん、っていう批判があるんですけど、うんうん、あの当てっていう批判が存在するしてたわけですけど、うん、そこまでやるかっていうか、あのエンターテインメントでそんななんか両極端じゃないぜっていう、その人がなんていうか気持ちのいいラインっていうか、ちょっと痛くてちょっとあのちょっと安心するっていうラインの選び方って、それはそれで価値があるぜっていう話を軽音問題の時にはしてたと思うんですけどね、うんうん、あでもなまあなんか これはなんていうかエンターテインメント あの押し引きの話なんですよ、うんうん、あの倫理的な押し引きの話をすると、うんうん、最近だとなんだろうな、まあまあわかんないですけど、とにかくなんか、不謹慎なことを書いちゃいけないとか、うん、そういうレベルになってくんで、2段階あると思ってて、うん、まず道徳的にというか倫理的に悪いことそのものを描いちゃいけないんだっていう、例えば暴力とかレイプとかそういうのを描いちゃいけないんだっていうのがあるわけですよね、うん、ありますね、うん、でもう一つあって、暴力とかレイプを描くのはいいんだけど、うん、それを物語的に肯定的に描いちゃいけないんだっていう意見があると思うんですよ。あ、ね、はい、はい、例えば戦争を描くのはいいんだけど、戦争って素晴らしいなみたいに描いちゃいけないんだと、はい、うん、そういう2段階があるのかなと思いますね。そうですね、戦争を描いちゃいけないっていうパターンと、うんうん、戦争を素晴らしいもんだと描いちゃいけないっていうパターンとか、はい、うん、まあそういうのはなんていうかありますよねっていうか、でもそこら辺なんかちょっとなんか僕は最初に言ってるようにいろいろやっていくとすごい苦しくなっていくと思うんですけどね、話としては、うんうん、うん、だからなんかちょっとそこら辺を今エンターテインメントの話じゃなくて倫理的な話として話してるし、不幸な自分はどうすればいいんだっていうような話を、うん、話題の主体として喋ってるんですけれど、なんかそこら辺の考え方に対するもうちょっとアンチテーゼっていうか、うん、そういうのが整備されてくると少し楽になっていくのかなというようなことをちょっと思ったりはしていますね。いや僕も非常に迷ってるところがあって、はい、じゃあ仮に物語は何でもありなんだと、うん、悪いことっていうのをいい風に描くのもありなんだとするとして、うん、じゃあどこまでが物語なんだと、うん、ヒトラーの我が闘争は物語ですかとか、うん、でヒトラーはまだ物語じゃないとするにしても小林よしのりはどうなんだと、うん、ゴーマニズム宣言は物語ですかとか、うん、そういう問題が出てくると思うんですよね、うんうん、いや、なんだろう、どう言えばいいんですかね、物語かどうかっていうのは別として、はい、それは言っていいことだと思ってますよ。ええ、うん、だから、多分批判のレベルの問題なんですよ、うん、ゴーマニズム宣言、漫画として下手くそだよねっていうのと、うん、あれはなんか、この事実を歪めて描いてるっていうのが、また別の次元として語るべきなのかなと。そうですね。エンターテインメントの強度の問題と、うん、あと内容的な史実への忠実性とか、うん、倫理の問題というのはまた別のものとして語るべきなのかなと。あ、うん、そこちょっとあんま答え、そっち側に行くと答えがないっていうか、うん、僕はやってもいいって言うスタンスを一応取ってるんだけど、うん、悩もうとも思ってる場所ですね。そうなんですよね。僕もすごく悩んでるところなんですよね。歴史ものの話なんですよ。うん、歴史ものでですね、歴史ものでですね、特に司馬遼とかがすごく、はい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 、そうなんです、司馬遼太なんですね、やっぱり。あたかも史実のようにですね、あたかも史実のように、まことしやかにこう、はい、物語を積み上げていくわけですよね。うん、そうすると、本当にあたかも史実のように思うんですよね。うんうん、で、それは問題あるのか、ありやなしやっていう話で、うんうん、言うとっていうか、まず現実問題として今でもなんていうかそこら辺をそのまま史実だと、うん、なんだ史実だと思い込む人、あるいは史実とは限らないっていうか物語だと思いつつも
何だろう、それは言葉上でそう思ってるだけで、どっか骨の髄ではそれが史実として染み込んじゃう人、うん、うん、なんというか、あの今のさっきなんか言ってた小林義則とかそこら辺もそうですけど、うん、アメリカが悪いんやとかですね、うん、うん、っていうのが、なんていうか、うん、まあ言うとその人の思想の軸になっちゃうんですよね。で、言葉上はなんていうか、物語の可能性はあるって分かってても、まあ、うん、だからこう言えばいいんか、影響を受けちゃうんですよ。はい、うん、影響を受けちゃうわけですよね。物語だと俺は分かってるぜって言ってても、うん、どうしようもなく影響を受ける場合があるんですよ。だってそうでしょ、なんか銀エデンとか影響を受けるでしょ受けますね。史実ガンダムとか影響を受けてるでしょ。ガンダムもヤマトもやっぱり影響受けますね。だから、うん、逆説的に、なんだろう、ガンダムの一年戦争は歴史だったんだっていう人がいるじゃないですか。はいはいはい、はい。それすごくわかるんですよ。あの年代にとって、僕らは一年戦争戦い抜いたんですよ。へ、うん、という具合に、物語だと分かってるぜと言いつつも影響はあるわけですよ。原理ですね。で、その上で、一般の歴史ものっていうのは、史実のように思い込んじゃう層も相当いるわけですよ。で、そういう現実がある上で、なんだろう、その、どれぐらい嘘を書くのっていうか、うん、どれぐらいまことしやかに、なんていうか、虚実を混ぜるのっていう問題は、うんうん、あるんですよね。うん、味になる、アジテーションになるんで。はい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 、はい、うん。ダヴィンチ コードとか、うん。そう。アジテーションになるんで、それは存在するんですよね。あ、別にノスラダムスの大予言とかでもいいんですよ。はい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 、はい、はい。でも、まあ、存在するんですよ。で、僕は、なんだろう、物語を守りたいっていうスタンスが強いので、そんなん騙される方が悪いんだよっていうか、そこをわきまえれない人の脳みそが未熟なんですよと。でそれを改善するべきは物語ではなく、封じられるべきは物語の表現範囲ではなく、発表範囲ではなく、思想範囲ではなく、人間の教育がそれを受け止めれるように培われるべきなんだよっていうスタンスを僕は取るんですが、これ物語を守るために言ってるだけで、まあずっと悩んでなきゃいけないポイントだなっていうか、少なくとも今答えがあるポイントだなと、うん、あ、答えが あるポイントではないなと、うんうん、とは思ってますね。難しいですよね、この話は。難しいです。それはやっていいのかって言われると、難しいんですけど、少なくともなんか一緒に悩んでほしいなみたいなのがあります。そうですよね、うん、でもまあ逆に言うと、今言ったように、はい、銀英伝とか、はい、つまり本物の歴史だと思って思い込んじゃって、それに影響を受ける人もいるんですけど、うん、銀英伝もガンダムでも明らかに、うん、作り話なのにもろに影響を受けてるわけですよ。はい、だからなんていうか、この世に影響を与えないものなんてないんですよ。でそれもなんていうか、悪い影響とかいい影響とか、それも限らないんですよね。だから悪い影響を与えるものを排除するとか、うん、漫画とかでよくあるんですけど、うん、嫌なんですっていうか、なんていうか、影響、こう、うん、なんかこういう悪い影響があるから排除するって言ったら、この世のもの全部排除しなきゃいかんことにならないというか、うん、そういうことですよね。究極突き詰めていくとそういうことになりますよね。うん、僕はそう思うんですよね。うん、ええ、うん、だから、なんだろう、世界の世の中のありさまを、うん、いい影響になるような、うん、いい影響に変えていけるような人間が育てられるべきであって、うん、はい、はい、うん、まあ、もちろんそのいい影響って何っていうのを、難しいですね、また難しい問題なんだけど、そこをあえてただ単に、漠然といい影響と言いますけど、はい、そういう教育がされ、あるべきであって、そういう影響を排除するっていうのが、うん、なんだろう、それの叱るべき対処であったり教育であったりするわけじゃないんですよね。そうですよね。だから
そこなんていうか、どうっていうか、うん、なんでそっち側に行ったんだっけ、倫理的な制約があるからか。はい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 、はい、まあ倫理的な制約に対してやっぱりその、うん、結局なんかそこら辺で縛っていく方向っていうのはなんか苦しいし、人間のありさまに近くないと思ってるんですよね、うんうん、やっぱりね、な、うん、なんか楽しいと思うことを楽しんじゃいけないとかですね、うん、面白いと思うことを面白がっちゃいけないとかですね、うん、そう、あ、なんていうか、それをきつくやっていくと、うん、いろいろなんか、うん、辛くなるし、幸せになる方向がわからなくなっていっちゃうんじゃないかな。それこそ今のなんか自分は不幸だけど救われないっていう話っていうのは、不幸で救われないって話っていうのは、楽しむ方向に対してなんか倫理的な制約がかかってるっていうか、そういう面もあるのかもしれないですね、はい、今ちょっと思ったんですけど、うん、非常に極端な例として挙げると、例えばだからユダヤ人をナチスが虐殺していくのを正義として描いたような物語っていうのは、まあ今ではちょっと発表が難しいと、はい、そうですね。でもそれってその作品が悪いというよりは、人類がまだその作品を受け入れられないほど未熟だってことなのかなって、うん、まあそうですね、うん、そうですねっていうか、うん、うん、未熟なんでしょうね。はい、もしだからそれに誰も騙されないよっていう、誰も騙されないよっていうか、うん、それを見たところで別にユダヤ人に対して一切差別感情なんか抱きませんっていう世の中になったとしたら、うん、その作品はある意味で別に問題ないものになるかもしれない、うん、そうですね、うん、なかなかそこは誰でしたっけ、映画の父って言われる人でですね、映画の父、グリフィスですか。グリフィスがですね、イントレランス作ってるじゃないですか。はい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 、イントレランスとか国民の創生とか。そうそう、その前 の今話したいのは国民の創生なんですよ。国民の創生はやっぱ問題作ですよね。そうそう、国民の創生ってそのなんていうか近代映画のなんていうか走りっていうか、うん、もう原点的な一本なんですけど、うん、なので排除しよう、そこまで格がつくと排除しようがないんですけど、言うと、はい、でもしようとしてる人たちもいるのかな、何喋ってるかっていうと、あれのシーンってですね、KKK 団の、そう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 、あのクークラックスクランなんですよね、あれ。クークラックスクランのですね、決断、結成のシーンがあるんですよ。ええ、なるほど。なんでクークラックス団を作ったかっていうことを、なんていうか、肯定的に描いてるんですよね。ええ。うん、まあ、ぶっちゃけ言うと、まあ、あり得る話だと思うんですけど、黒人のなんていうか身分を保証して自分らと同じに扱えるようにしたと、うん、したんですけど、別になんていうか生活がよくなるわけじゃないんで、うん、黒人の人たちやっぱりなんか犯罪とかいろいろやるわけですよ、うん、やばいこと相当やるわけですよ、うんうん、そうならざるを得ないんですよね。だから歴史としてなんていうか、それが分かってる人たちは歴史として それはそういう過当があるからっていうのところを冷めたことを言えるんですけれど、はいはい、その当時それに苦しめられた人たちが、うんうん、いや、うん、自分らは自分らで守らなきゃっていう、うんうん、排斥者になることをどれぐらい止めれるかっていうわけでもないんですけど、まあ少なくともなんていうか、そういうなんだろう、犯罪者とも言え、犯罪者たちからですね、うん、犯罪を犯す黒人たちから、うん、まあ例えば女の子が連れ去られたりするんですよ。うん、それをさっそうとですね、クックラックク、KKK 団のですね、マスクをかぶってですね、ホワイトナイトのごとき、あれホワイトナイトなんですよ、多分、うん、ホワイトナイトのごとき、突撃をして、取り返したりするわけですよ。うん。それは見ると分かる。分かるっていうか、ああ、つまりこういう気持ちだったんだってことが分かるんですよね、歴史的には。うん。でもまあ皆さんご承知の通り、KKK団はまあ今なんていうか、世界社会として一般社会としては認められざるべき集団ですよね、うん、はいはいはい、うん、まあでも国民の創生はすごい原点的な映画なんで、排除できずに YouTube とかでも転がってると思うんですけど、はい、うん、
いやもうその苦々しく思う人たちたくさんいると思いますよ、うん、さてその作品はあなた肯定するべきか否定するべきだと思いますかって、うんうん、いや僕はそんなどっちもしない、面白かったら面白いっていうだけって言ってるだけなんですけど、うん、つまんなかったよねみたいないやグリフィスの映画今見ても面白いですけどね、はい、面白い面白い、あのイントレランスとかもなかなかあのやっぱりイントレランスすごいですよとかね、まあ、イントレランスすごいですよねあれ、うん、とかまあ そうなんですけど、あの、うん、で僕はそう言っちゃうんだけど、うん、はいはい、それいいの、うん、って言った時に僕はいやそれダメだろうっていう人のことあのっていう話は理解しますよ、うんうん、なんかどっかあの僕の言ってるところ部分にはあの壊れがありますよね、うん、物語を守りたい一心でいろいろなんかあのもういろんなことを無視してますよね、うん、僕はそれが存在してそれがいろんな人たちの目に留まることを目に留まってほしいと思ってるし、自分の目に留まったことの喜びを肯定したいと思ってるから、うんうん、あのそれを肯定するための話しかしないんですけど、うん、あのいいの本当に、うん、まあさっきの歴史のものでもそうですよね、うんうん、だってあの僕がさっきその永遠のゼロがどうやっても感動ポイントが人間に感動ポイントがあるの事実やんって言ったのと同じように、うん、これらのものをまことしやかに流した時に莫大な影響を受ける人たちがいることも事実やんうん、言ったらまあそうですよね、うん、ってことなんで果たしてそれはいいのかどうかっていうね、うん、うん、それはすごいよくわかります、はい、そこはなんていうか難しい問題っていうか考えなきゃいけないし、僕もそこはなんていうかあんまり決めつけないで都度考えるってことは言うんですけどね、うんうん、果たしてこんだけこういう影響があるものが肯定されるべきか否定されるべきかっていう、でもその都度考えてるんだったらいいんだけど、それは否定されるべきなのである以上って言われちゃうとちょっと多いってね。そうですね、そうですね、っていうか守りたいんでそれは否定したいし、それのアンチテーゼは出していきたいんですよね、うん、なんていうか、うん、でさらに言うとやっぱなんかちょっと苦しそうに見えるんですけどね、うん、そこら辺でそっち側になんていうか流れてっちゃう人って、うんうん、なんだろう、ある意味楽な場合もあるんですけどね、うん、倫理的に縛りをかけていく人でこうあるべきじゃないっていうような、うん、まあそうですね、なんていうかその世の中で起こってる実際に起こってる出来事がこうあるべきじゃないっていうと、それは結構なんか苦しい思いをしはするんでしょうね、やっぱり。なんかさちょっと思ってたんですけど、最近なんか、ウクライナの方で、はい、革命あのソ連がなあソ連じゃないロシアがソ連じゃない、うん、ロシアが軍事行動を起こしてクリミア半島を取ったりしたじゃないですか、で、あそこら辺の話面白いっていうか、最近ちょっとペトルニスさんとそこら辺の話はしてて、うん、今日の雑談もしかしたらそこら辺の話になるかもしれないなと思ってたんですけど、チラッとだけ言っておくと、あれはあれでなんていうんですかね、世の中のなんか世界にあった倫理観がちょっと僕らの意見としてはですね、破綻するっていうか、うん、壊れるようなところ瞬間が出てるところで、うん、ちょっとなかなか面白いで、今ちょっと面白いって言っちゃったんですけど、あ、面白いと思ってるんですよね、うん、うん、なんだろう、うん、まあその話はまた機会があったら別にしていきます。今話そうとしたのは、その前段階のウクライナの革命の方の話なんですね、暴動があったじゃないですか、うん、いろいろ、ありましたね、はい、うん、暴動があったんですけど、あった時に投石機が出てきたじゃないですか、知らないです、知らないですね、見なかったんですけど、市民軍の中に昔ながらのなんか投石機をいろいろ鉄骨かなんかで作ったやつがいて、はい、カタパルトみたいな感じ、カタパルトなんですよ、いやもう本当に甲状腺用の投石機なんですよ、はいはい、おお、うん、なんか、画像あさると出てくると思いますよ、うん、うん、それをボーイと投げて、まあ、どっか建物とかにぶつけてるんでしょうね、本当に甲状兵器ですから、うん、完全に、うん、バカでかい甲状兵器ですから、うん、
で、なんていうかとか、そういうなんか暴動のなんかもうその出てくる何かちょっと原始的な兵器が出てきたりしてて、あの中に、あ、本当だ、で、あります、出てますね、ありますね、はいはい、出てきたりしてて、うん、で、へえ、なるほど、なんていうかな、ちょっとなんていうか僕が言ってるところの掲示板とかですね、あのそこら辺のところでなんかちょっとそういうのが出てて面白いねっていうことを書き込んだ人がいたんですよね、はい、うん、あ、そしたらなんていうか返ってきた言葉でなんていうか不謹慎だって言葉が返ってきたんですよね。なんでかって言ったら、そのあの、まあ、当然暴動とかで死んでる人たくさんいるんですよ、うんうん、そのやつを透析機の画像を見て面白いねとか、そんなこと言ってるやつはあのなんていうか、まあとにかく 悪いやつっていうか下劣って言葉が出てきたんですけど、うん、そうなんだっていうようなことを言ったりしてる、うん、するんですよね。あの、うん、まあ、近い話でちょっと前にあのなんだっけ、大雪の山梨の大雪した時に、なんかあの安倍首相がなんだかな、天丼だったかな、天ぷらかなんかを食っていて、うん、大雪の災害の時に天ぷら楽しげに食ってるとは何事だみたいな話とか、うん、3.11 の東海大地震が起こった後ぐらいに、なんか民主党の議員の、なんか女の議員ですけどね、なんかなんとかゆき子さん、うん、っていう議員が、あのアロマを楽しんでますとかいうツイートやったら、出したら、そんななんかこの震災の時に、議員がアロマ楽しみかみたいな、まあそれはいいんですけど、うん、それはいいっていうか、まあ、そういう諸々の話の一つとしてウクライナのその投石機が出てきた時に、はいはいはい、なんかこれちょっと面白いねっていうようなところ行ったら、うん、お前何言ってんだと、うん、そんな、まあ、そういうふうに言う人は一定数いますよね、うん、確かにね、はい、話とかあったりする あるんですよね。で、はい、なんていうかちょっとそれあのいやそれはそれでいいと思うんですよ。不謹慎ってなんか うん、の状況って存在するんで、はいはい、なんか言ってもいいと思ってるんですけど、うん、そこら辺なんていうかちょっと思ったのは、割となんていうかそういう不謹慎な話とかそこら辺ってなんかまかり通っちゃうんですよね、不謹慎論っていうか、うん、ものすごく強いんですよ今、少なくともネット界隈とかでは、うん、あの、はいはい、なんだろう、正義理論として正義理論として強いんですよね。そうすると、うん、そうするとなんていうか、その不謹慎の制度っていうか、うん、あの制度っていうわけでもないけど、そういう指摘みたいのがどん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 エスカレートしちゃってるような気がするんですよね、うん、傾向としてはあると思いますね。そうですね、うん、なんかちょっと話してたのは、ちょっとそこら辺で話してたのが、要はそこら辺の話が不謹慎だとか言うと、カンコレとかそこら辺見てやってても、あのカンコレってあの軍艦じゃないですか、うん、で人殺しの兵器じゃないですか、はい、うん、はい、人殺しの兵器を燃え化して喜んでるって不謹慎だよねとかね、うん、気持ち悪いとかね、はい、ガールズパンツァーとか、はいはい、女の子を人殺し戦車に乗せるとは何事だとかね、ほう、うん、うん、あの言えるんですよね、うん、言おうと言えば言えますよね。でそれ どんどん言えるんですよ、どんどん言って、最終的には、うん、あの僕がなんていうかここまで言ってる人はあんまりいないって言ったように、うん、世界中の人の死を悲しまないとは何事だまでいけるはずなんですよね、これは、うん、そうですよね、うん、1秒間に人間が死んでんだったらその度に悲しめよと、うん、あ、悲しめよっていうか慎めよと発言を、うん、はい、ってことは一切楽しいこと言っちゃいけないってことかとか、うんうん、あのまでいけるはずなんですよね、うんうん、でもなんていうんですかね、今僕がちょっと、まずそうなってっちゃうよねっていう問題点を、うん、あっていうことを問題点の一つとして挙げたいんですけど、もう一つは割とこれをですね、あの遮る理論がないんですよね、うん、あのなんていうか割とそのままいっちゃう、はい、あのなんだろう、あの明確なアンチテーゼがないんですよ、ええ、そこら辺って、うん、要するになんていうか話としてはそこら辺ってほどほどの話だよねっていう、うん、
あの程度があるよねっていう話がこれの話の反論なんで、うん、あまり強くないんですよねロジックとして、そうすると特にネット界隈とかだとかなり極端までいっちゃうんですよね、はい、水位がどんどん上がっていっちゃうんですよ。これあの原理主義の傾向と一緒なんですけれど、うんうん、原理主義者は原点に忠実だから強いに決まってんですよね。少なくともその原点が正義だとする世界において、うんうん、ところがその原点の戒律や何、まあ、例えば戒律って言いますけど何らかが、うん、現実世界ではこれ折り合いつけないと悪いよねっていう、うん、ことでやるわけですよね、うん、ところがそれは妥協というか以上のものではないわけですよ、うんうん、だからなんていうかあの理論としては原理主義者の方が強いわけですよ、うん、でその強さ矛盾のなさになんていうか安心を覚える人たちがいて、うん、あのだから原理主義者っていつまでたってもなくならないっていうか一定数必ずいるんですよ、うん、でそれはネット界隈でもそうで、はい、あの反論が困難な理論っていうのが好きな人たちがいて、はい、まあ、まあもうちょっと言うと矛盾のない理論っていうのが好きな人たちがいて、はい、うん、世の中ってもうちょっとなんていうか矛盾をあの抱えつつもここら辺のところでバランス取っとくかとか、うんうんうん、あのそういう風にやって成り立ってる面も多いと思うんですけど、うんうん、理論や議論としては矛盾がない方が強いわけですよね、うんうん、だからそれそのまま行くんですよね、はい、まあ、言うかどうかっていうのもありますけど半原発の理論とかそうなんですよね実は、うんうん、あの絶対に安全かとかねはいはい、あの、うんうん、っていう話をするといや、うん、そらそうじゃねえ、うん、っていう話、あの証明を要求されるような理論っていうのがね、うん、そうですね、まあ強いですわね、うんうん、はい、そういう話に なるんで、でそ、うんうん、それってなんていうかそのまま行っちゃうんですよ、うん、ですごくよくわかります。そうですよね、うん、どうしようもないですもんね、うんうん、壁にぶつからないんで、うん、そうで、うん、割と正義理論そういう感じの話が多いんですよね。さっき言った、うん、命が大事ってもう少なくともなんていうか、うん、全世界的に認められた、そうですよね、あの倫理なんで、遮るものないんですよね、はい、うん、言うと、うん、まあなんか 2,3 人ぐらい死んでも仕方ないんじゃないっていうとひどいよと思われますからね。そう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 、うん、でも実際それで生きてるからなんていうか、うんうん、ところはなんていうか それで生きてるっていうことを、うん、やっぱりよくわからないっていうか、うん、言葉にされないとわからないっていう話も たくさんあって多々あって、うんうん、でもなんていうかぶっちゃけれないから、うん、分かってる人はあうんの呼吸っていうわけでもないけど、うん、そこはまあ黙殺してとか、うんうん、いうところがあるんですけれど、うんうん、ああいうところがあるんですけど、うん、それだけだとなんか全ての人は分からないわけですよ、うんうん、なんか極端に言うと気づいてみんなそこの点気づいてなくて、うんうん、気づいてないんだと、うんうん、だから自分が指摘しないといけないんだっていう使命感に燃える人とか、うんうん、なんていうか そういう人たちはいるわけですよねどうしても、うん、でもなのでなんかちょっとそこら辺はなんだろう返しになるロジックっていうか、例えばまあ単純に言えばこういうそういう状況ってまずいよねっていうロジックをちゃんとなんか提示しないと、提示するっていうか定着させないと、うん、そのままいっちゃうなって思ってて、うん、なんだろう、うん、分かってるのは口にしない大人だけみたいな話なんですよねこれって。はい、うん、別に大統領とか大統領っていうかまあ政治家なりなんなりとかいろんなところつかざる人、まあ何人か死ぬことはあるだろうって思うわな、そら、うんうん、ただそれをなんていうか議会で言わないわけですよね、うんうん、まあ10人ぐらい死ぬことを想定してますとかね、うん、言ったらもう何事だって話になりますよね、うんうん、
あのまあ少なくとも日本では、うんうん、でもあの、うん、じゃあ一人も死ない死なない話を構築していけるのか、うん、構築した上で、うん、まあ死ぬ死なないって話だから当然あのギリギリのなんていうか安全保障の話ですわ、うんうん、を構築できるのかって言ったらまああの非常に困難ですわね、うんうん、でもあのそうあるべきという話はまかり通りやすいですよね、うん、っていうか議論をすれば延々勝ってきますよね、はい、そうですね、まあ、少なくともなんていうかその議論についた人たちは自分が負けたという意識は一生持たないですよね、一生まあいいですけどすいません一生っていうのは言い過ぎですけどあのとにかく その理論で、あのその理論自分の理論に矛盾がないんだで押す人は、うん、まあ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 とか言われても、まあ、少なくとも自分がなんていうかこう自分の理論がたあのに問題があるというふうには思わないですよね、はい、うん、あの、うん、でもなんかそれもうちょっとなんとかならんかなって、うん、だから正しさですよね、正しいんだけどっていう、うん、理屈としては正しいんだけど、うん、でも現実に適用するとひどいことになりますよっていうことが往々にしてあるんですよね、往々にしてあるんだけど、うん、まあ、つまりなんていうか議論の限界みたいなところがあるんだけど、議論するとそっち矛盾がない方が強いわけですよね、はい、あるいはあのもうちょっと一段下げた話で、あの右か左かってはっきり分かる方が人間選択しやすいんですよね、ね、なんかここら辺の真ん中あたりをなんとなくうまくやっていくんだって話には、はい、うんうん、なんだか分かんないんですよねそれはでも多くの場合はそうなはずなんですよね、うん、でもでそれはそうなんだよっていう話をなんか定着させないと、うん、延々極端な話っていうか矛盾のない話だけをたっとんで矛盾のない正義理論だけを推し進める人たちが、うん、なんていうか一定の強さを持つっていうか、うんうん、そういうところはあって、うんうん、それなんかなんとかならない、うん、なんとかならないんじゃないですかね、それは。いや考え方こういう考え方まずいよねって考え方を定着させればいいと思ってるんですけどね、うん、そうだ、あの というのが僕が思ってることなんですけど、まあ、そうすることによってなんていうか、うん、割とさっき言った物語のなんていうか封印とか阻害っていうのはそういう一方的に勝てる正義理論がうん、のせいでそうされちゃうことが多いんで、うん、いやそうじゃないんじゃないっていう話をある程度定着させていくと、うん、あのまあなんていうか変えていけるかなって変わるのかなっていうか、うん、そういう感触はなんていうか持ってはいるんですけどね、はい、まあこんな感じですかね、あのまあ非常に今回は難しい話というか、そうですね。ですね、嫌われるな、今なカエンさん嫌われる勇気、いやカエンさんのなんていうかあのあれですよ、ブログの方ちょっと、うん、ネタ何にしようかなと思って見てたら、はい、嫌われる勇気とかちゃんとしたオタクと気持ち悪いオタクの楽さとか、うん、いやいや僕が気持ち悪いって言ってないですか。うん、あのなんかちょっとそこら辺のところが書かれてて、うん、まあなんかちょっと そこら辺の話っていうか、うん、しようかなみたいなところはちょっとすればいいのかなとか思って、いやだからペトロミルさんがナルシズムのオリとか言うとなんかかっこいいんだけど、はい、僕は気持ち悪いオタクとか言っちゃうと同じこと言ってるんですけど、はいはいはい、より炎上する方を選んでしまうみたいな、ああなるほどなんかな、うん、まあちょっとなんかわかんないんですけどね、気持ち悪いオタクとか言われると炎上するんです、してます、いやどうでしょうね、うん、まあまあわかんないですけどね、うん、なんか、うん、まあその気持ち悪さっていうのを誰が決めるんだとかいう話に
なるのはなりそうな気はしますけど、うん、いやだから気持ち悪さってのはそういう意味じゃないんですよここでは、うん、そうそうそう、うん、いや分かりますけどね、うん、はい、まあ、そこら辺、まあ、ペトロイさんの話とかなんか 弱者切り捨てみたいな感じで批判されるんですかっていうか、うん、まあそうでしょうね、そうか、うん、でも実際の現実の話を見てると僕の感覚で言うと弱者切り捨てって言われてる人たちって実際のことで何やってるかっていうと弱者のためになることやってるよねみたいな話もあるんですけどね、うん、そうですよね、うん、まあそうなんですよね、うん、そうですよねっていうか、うん、だからすごくなんか思うのはネットだけ見てるとなんか現実が見えなくなるなっていうか、テレビとかあいつ見てるとなんかネットだけ見てるとなんかホワホワしたやつみたいに見えるんだけど、うん、実際にはすごく真面目にやってるやつですからねあいつ。まあそうですよね。うん。うん、まあ確かにそうっていうか、うん、ホワホワもしてるんだけど。うん、いやなんか弱者切り捨ての話とかって多分な、うん、何時のかな、それが嫌だったら自分は弱者でもいいと思うしかないんじゃないのかな。そうですね。いや少なくともなんていうか弱者切り捨てって言ってる人に対して、あまあ本当にその人が言ってるかどうかは別ですよ、うん、そう感じたとしてその人に、うんうん、そんなこと言うなっていうことに何か意味あるかな、うん、いや意味はないって、それこそテレビが言ってましたけど、うん、と思うんですけど、そんなこと言うなっていうか、うん、なんだろう、まあペトロニウスなんか首相だったら別だよねみたいなこと言ってましたね、うん、でもなんか救わなきゃならないんだって話をしてほしいってことですかね、うん、うん、そうでしょうね、そういうこと言っちゃいけないんだってことだと思うんですけど、多分救わなきゃならないんだ、うん、か救わなきゃならないんだはまあ言い過ぎとしても、はい、うん、救わなくていいよねとは言ってほしくないよねみたいな、うん、でもさっきの話で言ってるようにひどいや、うん、そう発言するからひどいやつだって言うだけで、うん、発言せずにもう切り捨ててるはず、なんていうの、うん、普通の発言せずに、そういう人はたくさんいますよ ね、そうなんですよ、大半の人は発言せずに切り捨ててるよ、そういうことですよね、うんうん、だから僕なんかがバカだから炎上させるようにわざと、はい、言ってる側面があるわけですよね。はい。いや、だって、いいのかと、黙ってやることはできるけど、黙ってやってると、炎上もさせる機会なしのままに、どんどん切り捨てられていくだけだよと、うん、僕なんか思うんですけど。だから、言うなじゃないはずですよね。うん。じゃないと思うんですかね。だと本質はそこかと、問題の本質はそこじゃないだろうという。うん、お話になるんです。やっぱり言うなじゃなくて救うんだって話をしてくれよって話ですかね。うん。いやでもどうせ言うんだったらみたいな話すればいいじゃないですかって話になると思うんですけど。かですかね、うん、なるほど。あとはやっぱ著名人の責任とか。あ、はいはいはい。ああいうのを持ち出す人はいますね。うん。まあなんだろう、倫理的な。倫理的な話と物語のエンターテインメントの覚悟の話っていうのはなんかちょっとこう今日喋ってみたいなところがいろいろ考えたりして喋れるんですけど、うん、そうなんですよね、僕もずっと考えてるんですけど、うん、なんかやっぱその矛盾の中で立ち止まって考えることが重要なのかなとか、はい、そうだと思います、うん、そうだと思うっていうか、そっち側について言うと何だろう、僕いろいろ喋ってますけど、うん、しゃべるんですけど、こう決めましたみたいなところはあんまり言わないようにしてるんですよ、うん、どっかの勢いで言っちゃう場合もあるかもしれないんですけど、うん、僕はもっと重要だと思ってるのは都度考えるっていうのが重要だと思ってるんですね、うん、僕はもうこうすることに決めました、うん、って言ったら確かにちょっと矛盾なく生きていけるんですけど、うん、うん、それはそれで多分死ぬまで割と幸せなんですけど、うんうん、そうじゃなくて都度考えるっていうことっていうのは、うん、なんていうか重要かなっていうか、はい、うん、そうは思ってて、まあ今言ったみたいに何だろう、今っていうかこの話でさ、途中で何か言ったみたいに、
その物語っていうのがある程度のなんか影響を与えるアジテーションの意味を持っていることに対して、うん、何を言ってもいいんだっていう話について、うん、あなたどう思いますかって言った時に、僕は物語を守りたいってことをエクスキューズして何か考えてもいいんだと、うん、何言ってもいいんだと主張しますと、うん、いうふうに発言させてもらうわけですけど、うんうん、そこは都度考えていきたいと思ってますね。それじゃまずすぎるケースがないとはちょっと思わない。うん、はい、ただ多くの場合は多分このロジックでいいはずだとも思ってるんですけどね。うんうん、まあ そんな感じですかね。であとなんか、うん、弱者どうっていう話はちょっとなんか僕の中で、うん、意図みたいなのがなんかあんまりはっきり分かってないところがあって、一体どうしたいのっていう。うんうん、と思うところがあるんで、なんかあまりパッパッとした話が僕できないんですよね、うん、質問場だらけになっちゃうっていうか、こうしたいの、あしたいのみたいな、うん、どうしたいのっていうような話で なんていうかそういう、うん、そこが分かんないとなんか言えないよねみたいな感じになってて、うん、一つはなんかこうノブレス・オブリージュの要求みたいな、うん、のはまあ確実にあることはあると思うんですけど、いやカイエンさん過大評価されてると思いますよ、うん、一応なんかこう貴族みたいなね扱いになってるっていう、ね、うん、一応なんかさ そこら辺のなんかこうしたいのああしたいのっていうのを突き詰めていった時に、なんていうか出した結論の一つがそれって理論上の人間じゃないみたいなことを言ってるんで、うん、まあひどい答えですよねはいはいはい、はい、それってこの世に存在しない理論知的には存在するけど、うん、この世に存在しない人間の話してないっていうのが、うん、僕が出してた答えの一つなんで、うんうん、それは多分ひどい答えのはずですよね、うん、多分ひどい答えのはずなんで、うん、じゃあ違うんだ、じゃあなんだろうみたいな感じにはなってるんですけど、なんかそこら辺がビシッと分かるっていうか、あそういうことかって思う時があったらまたなんかそっち側そっち側でなんか喋れると思いますけれど、うん、まあそんなとこですかね。まあ、今回そんなとこですかね。はい、はい、そんな感じで、なんだろう、かやさんとかなんかちょっと一言二言でもあればっていうか。まあ、ここら辺の問題っていうのは、本当に答えの出ない問題なんですけど、うん、とりあえず答えが出ないというところに立ち止まって、簡単に答えを出してしまわない努力っていうのが必要なのかなと思うんですよね。全く同感ですね、はい、うんうん。はい。ある正しさっていうのが主張して、それが全て言い任せるとしても、うん、じゃあその正しさを現実に適用したとき本当に正しいのかってことはわからないわけですよね。はい、そうですね。なんで正しさに呼びかかりすぎない勇気というか、正しくなりすぎない勇気というか、うんうん、そういうものが必要なのかなと思いました。そうですね、以上です。はい、カンデさんなんかあれば、うん、まあそうですね、まあ大体カイエンさんと同じかなと思うんですけども、うん、やっぱり、まあ正しいことっていうのは正しいっていうのは、まあそれでええんですけど、うん、そうじゃなくって、まあ現実の問題に対処していくときに、やっぱり個々の問題について、細かく、見ていく必要があるのかなと。で、それは、あくまでその現状をの問題を解決する上で、必要であれば原則のその正しいことっていうのをある一定曲げなければいけない場合もあるのかなと、うん、でそういう思考の柔軟性っていうものは持っていく方がいいのかなというか、そういう選択肢も持っていきたいかなと思うんですけどね。非常に難しいところですよね。はい。原則を曲げていいのかっていう話もあって。そう、それをそうすべきだとはさすがにちょっと言いづらいかなとは思うんですけど。うん、なるほど。ちょっと、うん、そこら辺でちょっとまとめた話をすると、うん、まあ、東洋哲学とかそこら辺の中で、中庸ってものの考え方があって、うんうんうん、っていうのがあるんですね。中庸って何かっていうとですね、うん、まあ、僕の解釈っていうか、まあ、大体そこ自体は合ってると思うんですけれど、はい、まあ、まさに当たるみたいな話で、絶対的な正しさっていうかですね、この絶対は今言ってるなんていうかな、偏境な絶対性じゃなくてですね、うん、本当に正しいこと、
みたいな意味なんですよね。うんうんうん、で本当にそれどういうことになってるかって、中庸って言葉日本に帰ってくるとどういうことになるかっていうと、ほどほどがいいぐらいの受け取り方になってる、うんうん、はい、これ適当って言葉も同じだと思うんですけど、はい、適当って本来は適切なに当たることなんですよね。そうですよね。だからちょうどピタリ、うんうん、ジャストの話なんですよね、うん、ところがなんか日本になると適当って適当ですよね、うん、アバウトになります。そう、アバウトになってます、ね、アバウトに変ずるんですよね。ところが、どうしてそういう話をしてるかっていうと、実は僕ここら辺になんていうか正しいことっていうのは、はい、そこら辺の狭間にあるんじゃないかっていうところは思っていて、適当とアバウトの狭間にあるって、そう、中庸も中庸ってのはほどほどって意味で使われてるんですけど、うん、ほどほどのどこかにあるんであって、あの右一辺倒とか左一辺倒とか、あの そういうところにはないんじゃないかっていうか、まあ僕はないと思ってるんですよ、はっきり、うん、ないと思ってるんですよね。なぜかで、ところがなんでそっち側に行っちゃうかっていうと、あの一辺倒になった方が矛盾がないんですよね、自分の行動とか、はい、ロジックとか議論とか、うん、そういう中に矛盾がなくなるんですよね、うん、で矛盾がなくなると議論に強いんですよ。で議論に強いと議論に勝てるんですよ、うんうん、で議論に勝てると嬉しいんですよ、うん、まあそうですよね、うん、なんちゅうかもうあの脳内麻薬出まくって気持ちいいんですよ、はい、うん、だからなんていうかちょっと そういうところに人間寄りがちなんですよね、うん、特に頭脳的な人は、うんうんうん、で それを あえて不安定な、まあこの場合ですよ、あえてなんていうか矛盾じゃないフィールド、矛盾がないフィールドっていうか、うん、そこにた、そこに何かがあるかもっていうか、うん、そういうこと、なんで中庸っていう考え方なんですけど、重要だと思ってるんですよね、うん、正しいことってなんかそうじゃないんですよ、うん、ちょっと一ランク落ちる話しますけど、麻雀があるじゃないですか、はい、うん、で麻雀って運次第もあるんで、うんうん、こう打っていくじゃないですか、はい、ところがなんていうか運じゃないところもあるじゃないですか。そうですね、確率論として生きてるところがあるじゃないですか、で僕が今言ってるなんていうか極端に走るとか矛盾がない理論とかそういうのってのは、はい、ある種確率論の話で、はい、例えば俺はこのごめんちゃんでリーチをかけたんだと、うん、リーチをかけたんだと、そうすると勝てる可能性はすごく高いんだと、高いですね、期待値はこうなんだと、そんだけ全部やってても、なんていうか、後から追っかけてた人の、うん、なんか、ペンちゃん待ちとかなんかそういうのに、そうそう、ああ、つもとか言って、裏ドラがとか、なんかそういう風に言って負けるじゃないですか。うんうん、で、そうしたときに、なんていうか、ロジック型の人っていうのは納得いかないってわけでもないんだけど、うん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 、俺の方が確率高かったのにとかね、うん、お前適当に打ってんのに、うんうん、俺の方が正しく動いてるはずなのに、うんうんうん、なんで俺負けるんだよっていうかね、はい、まあ、さっき話した中庸の話をすごく卑近なところに落としてるんですよ、うんうん、卑近なところに落としてるんですけど、つまりなんていうかこんだけちゃんと理屈を通りに進めてったのに、うん、はい、俺は進めてったんだっていうことで満足する場、なんていうか、フェーズフィールドがあるんですけれど、うんうん、正しい部分ってそこじゃないんですよね、うんうん、つまり正しかったのはそのペンちゃん待ちだろうと構わずにリーチ行くことだったんですよね、うんうん、なんて相手の方が明らかに高い手だと分かってるとかですね、なんだろう、しかも自分の手はリーのみだと、うん、分かってるとしてもそれで行くことだったんですよね、うん、で つまりなんていうんですか、僕が言ってるその絶対的な正しさじゃなくてなんていうか本当の正しさ、うん、ロジックを超えたところの正しさってそういう狭間にあることで、うん、マニュアル化できるものじゃないんですよ、はい、うん、こういうパターンにはこうすればいいっていうマニュアル通りに俺はやったんだけどなぜうまくいかないじゃなくて、うん、世界は常にいろんなケースがあるんで、うん、それに対して都度正しいことってのは変わらなきゃいけないんですよね、うん、あ、そうだそうだ、うんうん、僕は都度正しいことを考えなきゃいけないっていうのはと思ってるポイントってのはそこなんですよ。中庸に至ろうと思うと、うん、この場合はこうなる、この場合はああなるとかですね、マニュアル化できないっていう、うん、
そういう部分があるんですよね。で、うん、あ、なんで、なんていうか、ちょっとそういったところ、まあ、ほどほどの話でもあるんですけど、うん、そういう正しいところっていうか、そういうのを、はい、考えていくと、うん、なんか、うん、どうなんですかね、それはそれできついのかな、うん、それはそれできついのかもしれないですけど、なんか、あの、カチカチになってるよりは楽なような気がするんですけど。うん、いや、あ、本当にカチカチになると幸せなんですよ、あの矛盾ないもん、うん、あそのまま、あの、なんだろう、うん、僕はそのまま、なんていうか、矛盾のないままあの、自分の矛盾を意識せずに死ぬことが不幸だなんて思いませんよ、うんうんうん、まあまあそうです、ね、傍から見てるやつはそんなこと言うけど、無視していいですよ、だって矛盾ないんだもん、うんうんうん、まあ、だけど、まあ、確かに、うん、だけど、うん、あ、いやだけど、苦しい時もあるんじゃないかなと。うん、うん。あの、まあ、逆に言うと、それで苦しくない人はそれでいいんだけど。そう、あ、そうですよね、うん。そうなってることによって苦しい身を、感じてるんだったら、あの、今言ってる話の方に目を向けてもいいんじゃないかなっていう話かな。そうですよね。絶対に寄っていても、うん、こう、その絶対の矛盾に、うん、まあ、現実として、気がつくというか、そうですね。ねえ、うん、いうときはありえますよね。ありえますからね。うん、往々にしてあると思いますんで。うん、大抵の人は、まあ、大抵の人はそこら辺ぶつかるとは思うんで、そこを構わずに突き進める人は、いや、いいですよ、うん、幸せだと思うんですけどね。まあ、うん、それはそれで言ってもらえばいいんじゃないかなって感じですよね。うん、だからそんな話かとは思うんで。なるほど、なるほど。はい。まあ、なんかちょっと、また機会見て、さっき言ったなんか、弱者の話とかもなんか分かってきたときに、またここら辺の話ができればと思いますんで。そうですね。はい、そんな感じです、うん、今日は、確かに、なんか倫理観の話でしたっけね。倫理観。うん、まあ、具体性よりなんかちょっと、こう、抽象的な、保安とした形みたいな、ね、はい。嫌われる勇気の話だったような気もします。いや、なんか記事のネタができたなと思って。これちょっとね、一回やってみようと思ってるのが、はい、全部非公開の記事っていう、1行ぐらい公開して、うん、あとこの下に1万文字ぐらいありますよって言って、まあ、会員サービスの記事ですね、やってみようかなと思ってるんですけど、うん、まあ、そういうのもありでしょうね。はい。じゃあ、そんなところで、今日のところ、はい、ペトロニスさん、ついに来なかった。ついに、ついに。あ、そうですよね。はい。まあ、ペトロニュースを待ちながらって感じですけど。来なかったですねみたいな、じゃあなんかそういうテレビ番組もあったかもしれないっていう、はい、まあ、そんな感じで終わっとこうと思いますんで、はい、じゃあ録画をまず一旦切りまし切って、しばらくしたら配信を切りますんで、それではありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい。